どうしてもラジコンこのヘリコプターでは操縦が難しいもんで、ドローンは割と自動化になってるんですよね。非常に散布しやすい。今年から私の知り合いでも3人ほどドローンに切り替えて今散布をやっています。でついこの間の日曜日にそういうの友達がドローンに変えたんで散布風景をしてみせるということでデモフライトしてみせたんですよね。で私も一応体験はしてみました。非常に楽です。もう 何もかもが自動化になってまして、1回 A 地点から B 地点に直線でやったら、あとはそれから応答を入れば一人で散布していきます。非常に楽です。メカを動かす電池ですね。はい、これも 85% まだ残留があります。経費もかかるんで、あと1年か2年は、まあ、これで頑張ってみて、ゆくゆくはやってみようかなという希望はあります